の愛知です。今回はお願いあって動画を撮らせていただいております。で、先にお願い2つあるんですけど、これを先に言います。で、言った後に、その理由も説明しますので、よかったら最後まで見てみてください。で、お願いしたいことを1つ目は、皆さんの身近な人、特に、後輩か、お母さん、お父さん、お母さんか先生なんですけど、に、このチャンネルの存在を教えてあげてほしいんです。はい。まあ、なんだろう、広げてほしい。広めてほしいんです。で、二つ目のお願いがですね、ツイッターとかインスタグラムをやってる方限定にはなってしまうんですけど、ハッシュタグ、とある男が授業をしてみたっていうのを、つける癖と言ったらちょっと言い方が悪いかもしれないんですが、たまにつけて投稿してほしいっていうのがあります。例えばこの時期であれば、受験報告とか、単純に自分へのメッセージでも構いません。であとは、テスト勉強とかこれからあった時に、テスト勉強で自分の動画使ってくれてたら、今勉強頑張ってるんだって言って、シャープでそのとある男が授業してみたをつけていただいても構わないんですけど、いろんな方に、このとある男が授業をしてみたっていうもの、その名前を見てもらう機会を増やしてほしいなと思って、その2点をお願いできればと思って動画を撮らせてもらっています。で、なんでこんなことをね、お願いしてるかっていうと、自分、夢、いろんな夢とか目標があるんですけど、その中の一つにですね、みんな日常の中で、学校生活の中で、みんなはなかったかもしれないですけど、例えば、お前どこの塾行ってんのとか、どこの予備校行ってんのとか、俺どこどこ行ってんだとか、あとは、通信教育ありますよね、真剣ゼミさんとか、やってんのやってないのとか、これはみんなもそうだし、きっとお母さん同士の会話とかでもあります。どこどこの塾行ってるの？どうなの？とかあるんですね。これはおかしい会話ではないんです。普通ですよね、会話としては。でも、お前誰の動画で勉強してんの？理科のなんとか先生の動画超わかりやすかったよ。とかっていう会話ってありませんよね、きっと。で、それが当たり前のように、普通に会話としておかしな会話じゃない。普通の会話です。塾どこ行ってんのと同じぐらいの会話にするっていうのが自分の一個の目標なんです。だからそれぐらい今自分がやってる活動もそうですけど、無料で勉強するっていうコンテンツがみんなにとって身近なものになる。そういう風な世の中とか日本にしていくっていうのが大きな目標としてあります。で、平たく言ってしまうと、そのために皆さんに力を貸してほしいんです。で、もともといろんな教育 YouTuber、クリエイターが出てくることを望んでずっと活動してきました。で、去年一昨年あたりからですね、だいぶその教育系の方も増えてきて、有名な方も出てきましたし、増えてきたんですけど、それでもやっぱ数は多くないと。で、確かにこう、いっぱいこれからもね、出てきてくれることも大事なんですが、今自分の中では、自分がもっともっといろんな方に知っていただいて、こういう選択肢があるんだっていうことをやっぱり認知してもらうことが非常に大事なんですね。で、すごい細かいことなんですけど、知ってもらうのが大事なんです、今は。使ってもらうじゃないんです。自分のチャンネルに来てもらって、自分のチャンネルの動画を使ってもらうがもちろん一番最終的には大事なんですけど、現状としては、まず知ってもらう。だから、もしね、みんなが、後輩の子とかに紹介してくれるときに、なんとかかってさ、とあるとか授業してみたっていうチャンネルあるから、使ってみな、みたいな。で、言うんじゃなくって、こういうのがあるから、困ったら使ってみたらどうとか、ちょっと見てみたらどうみたいな。知ってくれるだけ、教えてあげるだけで大丈夫です。っていう風に、広めてもらえたらなと思っております。で、あとはですね、その保護者の方に、で、やっぱ言いにくいとは思うんですけど、で、これだけ受験生に、お願いしたくって、普段ですね、多分受験勉強してる時に、YouTube のこれで勉強してるんだって言ったら、嫌いな人はですね、お母さんは、何やってんのみたいな。どうせ遊んでんでしょとかって言われちゃうわけですよ。でも、志望校合格したっていう結果が出てる状態で、お母さんって、実はね、YouTube にこういう勉強動画投稿してる人がいて、私これで勉強してたんだって言ったら、ふーんぐらいになると思うんですよ。ああ、そうなんだって。無理にはされないですよね、結果出てるんで。だから、お母さんのその知り合いの子供とかでなんか勉強困ってる人がいたら、こういうのもあるんだよって、よかったら教えてあげてって言うだけでも、すごく違うんです。その一言だけでも。なので、正直ね、自分一人で頑張れよっていうところはあると思います。そう思う方もいらっしゃるとは思うんですけど、本当皆さんの力が必要です。そうでなければ確実に達成できないですし、個人的にこう7年間ぐらいやってきて、今年2019、2020年がこの教育の、今 YouTube というかね、フリーラーニングの部門としてはすごく勝負の年だと思ってます。
なので今年、とにかく自分のチャンネルの認知度、知ってもらうっていうことを大事にやっていこうと思ってますので、ぜひご協力の方よろしくお願いいたします。